プロレスデビューしまして、気がついたらプロレスやってる人いますよね。それです。それですか。それです。埼玉の逆襲。さあ始まりました、埼玉の逆襲。どうもこんばんに、MC のリビローキです。お願いします。そしてどうも、たまやんです。たまやん、よろしくお願いします。そして今回も来ていただきました、はい、PL 長官です。イエーイ、長官です。PL 長官です。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。あれ、PL 長官今日元気あんまりないですね。いや、元気ですよ。本当ですか。いや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 、どうしたんですか。ピエール長屋です。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。長官も忙しいんだからさ、たまやん。圧が入りましたね、今、たまやん。さあ、はい、お二人、まあ、今でこそね、売れっ子のお二人ですけれども、ね、若かりし頃はやっぱりそうじゃない時代もあったわけで、そんな時、やっぱり悩み深い時代もありましたか。その一応、まあ、プロのミュージシャンとしては活動させていただいているので、うん、まあ、そこに行くまではまあだいぶ大変でしたけど、ええ、まあ、でも、まあ、ぼちぼちっていう感じですね。あんまり深く悩まれたりとかってないんですか。いや、全然ありますよ。あ、すごい重たくなるけど、いいですか、空気。じゃあ、ピエール長がそれはまた機会ということで。みんな悩んでるよ、はい、そりゃ結局、世に出てからだけ悩むんだから、はい、ねえ、はい、そうよ。そうです、大変。まあ、それを乗り越えていくことによって、まあ、その後輩とかで同じ悩みでもやっぱ抱えてる人とかを、まあ、その手助けできたりとかするんで、まあ、経験しておいてよかったなっていうふうには今なってますけど。さすがペール長官、大変ではありましたね。うまくまとめていただきました、はい、今回はですね、ペール長官もいらっしゃっていただいているということで、悩める埼玉芸能人の皆さんとリモートをつないでですね、埼玉芸能人、埼玉芸能人、人気企画ですね、ペール長官の、はい、そうなんですか、はい、話させていただきたいと思っております。思いました。はい、思いっきり生相談、埼玉芸能人編。おお、埼玉芸能人誰だ、ちょっと楽しみっすね、うん、ついに佐藤健くんが出るんじゃないかな、ね、これ、ね、ピエール長官が SNS で続けるファンとの交流、人生相談。一つ一つのお悩みに時に優しく時に厳しく向き合った結果、2冊の書籍を発売するまでに。そんな長官に埼玉県民の悩みも解決してもらうべく生まれた企画、それこそが思いっきり生相談。今回は埼玉出身の芸能人のお悩みに答えていただきます。それでは悩める埼玉芸能人カモン。さあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、青野美久、31歳、川越市出身です。女優業とか、あとラジオパーソナリティとかをやってます。女優さんの割にはそれ何ですか、そのお召し物は。はい、女優やりながら2017年にプロレスデビューしまして。え、プロレスやってから今女優の道へってことですか。もともとアイドルでデビューして、その後女優業をずっとやってて、でプロレスデビューしました。なんかたまに芸能界でそういう流れの人いますよね、女子ね。気がついたらプロレスやってる人いますよね。それです。それですか。それです。え、なんでプロレス やることになったんですか。その私が所属している団体が、うん、アクトレスガールズって言って、女優さんとか、役者、声優さんとかが結構所属している団体 で絶対スターにしてやるってその社長に言われまして。社長はい、プロレスの社長、団体の代表に言われまして、はい、社長とはどこで知り合ったんですか。怪しいですね、怪しいですね。社長は役者友達に紹介されて、はい、役者友達を紹介。そうです。え、社長っていうのはそのプロレス団体の社長ですか。そうです、そうです。で今もうプロレスはやめたんですか。去年の年末で、はい、一応プロレス業を廃業っていう形に団体がなりまして。あ、団体が。そうなんです。へえ。アクトレスガールズっていう団体はあるんですけど、プロレスから離れて、エンターテインメントプロレスとかプロレスを用いた舞台を今はやってます。え？どういうことプロレスの舞台って何？舞台って何ですか。演劇の中でプロレスするんですけど、魔法少女とか怪盗とかいろんなキャラクターに扮して、はいはいはい、三種の神器を求めてみんなで戦うっていう、その戦いがプロレスなんです。ああ、はははは、
もともと多分だから女優だから演技はできるから、そうやってプロレスを組み合わせた舞台を作ったってことですね。そうです、そうです。ちなみにこのプロレスの得意技っていうのはあったんですか？得意技はラリアットと、あとダブルアームスプレックス。ダブルアームスプレックス。ダブルアームスプレックス。すごいですね。はい、ビル・ロビンソンですね、もう。あ、すごいですね。10代でアイドルデビューし、その後女優兼プロレスラーへと転身。浮き沈みが激しい芸能界で様々な経験を積んできた青野未来さん。そんな彼女のお悩みは一体何なのでしょうか。私もともと女優になりたくてこの世界に入ってるんですけど、鍛えすぎてちょっと体大きくなっちゃって、役の幅が狭まって仕事が全然女優業の仕事が全然できなくて将来が不安なんです。そういう役柄があんまりないってことですかね。そもそも あるたまにあるんですけど、ほんと少ないですね。普通の役やってもなんか強そうみたいになってしまう。売れたいんですかね。売れたいって、めちゃくちゃ売れたい。めちゃくちゃ売れたい。演技もできる。お芝居好きです。戦うの好きですか。戦うのも好きですね。好きになりました後から。なんかブレイキングダウンっていうのが1分間で対決する格闘技があるんです。朝倉未来さんがやってる格闘技のなんかイベントというかあって大会があるんですけど、それ女性も出れるようになったんですよ。で演技できるんだったらめちゃくちゃヤバいやつになりきってやべえの来たっていう風にしたらマジで視聴率高いんだよ。いいじゃないですか。一気に多分人気に、あれで結構有名になってる人とか何人も出てきてるんで、はい、そこ狙ったら割とこう認知されるというか、あの子何ってなるとは思うんです。本気で強い人が出てくるの。ちゃんと強い人も出てきますし、もちろん格闘技経験なしの人も出てきたり、ありの人も出てきたりで、1分間で勝負決めるんで、だからもうガチガチのこう攻め合いみたいな感じになって、でオーディションがめちゃくちゃ面白いんです。どうですかそれ。やばいやつになりきればいいってことですかね。まあ、演技でいいじゃないですか。演技でいい。そこはだから一つのキャラクターというかね。そう、キャラクター作って結構いるんですよ、オーディションとかでも。キャラクター作り込んで参加してっていうので、後から実は話聞いたらみたいな、 あれは実はまあ正直作り込んでましたみたいなとかあったりとかするんで、でも見てる方はどっちか分かんないんで。いいじゃん、そこでダブルアームスープレックス出したら一躍スターですよ。めちゃくちゃやりたいです。ちょっとその辺もチェックしてくださいよ、せっかくプロレスやってたんだから。だからそれ活かす方向に使った方がいいと思うんですよね。でも一つ心配なのは、それは私はそのイメージがついちゃわないですかね。まあ、つきますね。なんかそれでやっぱ際立ってると、後から別にそれはいや実はあの時もともと女優やっててみたいな、演じててみたいな、うん、でいけるじゃないですか。で演技うますぎないみたいな風になるんで、そうするとなんか普段やってない仕事が急に舞い込んできたりがあるかもしれませんよ。面白いです。だからその米尾くんっていう超ヤバい男の子がいるんですけど、もう荒れまくってなんだこいつみたいになってたんですけど、実は料理めちゃくちゃうまいとか、プロの料理人だったりとかする。そのギャップとかが後で分かるっていう、で好感度上がって人気になるっていう。あ、はい、それでちょっとブレイキングダウン、はい、ちょっとチェックしてみてください、ね、オーディションの動画とか面白いね、はいはい、なんか最後に聞きたいこととかありますか。もしブレイキングダウンダメだったらまた来ていいですか。ちょっとね、そのテレビ出るんなら悩み作れますみたいな。そういうことじゃないんですよこのコーナーは。私は本当に悩んでます。せっかくこう練習して体作ったんですから生かしてみてください。生かした方がいいと思うんですけど。はい、ありがとうございます。はい、青野さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。